とミシー、はるか、ととね、私たちはチェコです。サムネとタイトルにもある通り、30分で覚えて踊ってみたを先に振り付けを覚えてるメンバーがいたら気づくのか。ドッキリ、普段のドッキリでさえもあんまり気づかないことの方が多いのに、今回振り付けを覚えながらドッキリ気づくっていう2個あるやん、うん、だからはるかは気づかないんじゃないかなと思うんだけど、うん、曲がナンバーアイスさんだから、それはさ、フリー多分めっちゃ見てるじゃん、うん、だから気づく可能性もあるなっていう。マジで今日は読めない。でも結構油断してると思うんだよね。確かに久しぶりのドッキリだから。確かに30分で覚えて踊ってみたをドッキリするって、確かに気づかないんじゃないかなって思います。気づいてほしい気持ちの方がでかいけどね、うん、早速騙していきましょうレッツチェコナオミシー、なんかここでの方、はい、というわけで本日の曲はナンバーアイさんのポンです。モンサイちょっとかっこいいって難しそうなんですけれども、30分で頑張っていきたいと思います。じゃあまず1回さらっと見ていきますか、ね、全然見てないから分かんないけど、yeah。